皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日はですね、とってもとっても重大なお知らせがあります。今までの YouTube 史上ですね、多分ベスト3ぐらいに入るぐらいの重大さなんじゃないかと思います。私ですね、この度開業をさせていただきます。産婦人科と小児科のクリニックを開業します。名前はですね、産のウィメンズ&キッズクリニック大森というクリニックです。場所はですね、 JR 大森駅です。品川駅から2駅横浜方面で、渋谷駅からだいたい30分かからないかなぐらいです。東京駅からも30分かからないぐらいで行けます。で、大森駅から徒歩1分ぐらいの場所です。で、ホームページはですね、今準備中なんですけれども、URL を貼っておきますので、ぜひ概要欄の方見ていただけたらいいかなと思います。今回なぜ開業したかというとですね、今まで大学病院やクリニックで勤務をさせていただいていたんですけれども、今までのクリニックでは、院長という肩書きでやってたりしてたこともあるんですけど、やっぱり自分がオーナーではないんで、完全に自分の意思だけでクリニックをすぐに変えたりだったりとか、もうこうしましょうって一気にガラッて変えたりすることが、やっぱり今まで働いてるスタッフさんとかもいたりするので難しいんですよね。なるべく自分がオーナーになって、もう院長になって、でもう自分のしたい医療、自分の作りたい雰囲気のクリニックを作りたいって思ったのがきっかけです。そしてですね、なぜ大森なのかということなんですけど、もともと私が大森出身なんですね。もう30年以上大森に住んできました。なんなら大森の東邦大学大森病院というところで生まれまして、そこから30年以上大森に住んできて、大学も東邦大学に入って医局も東邦大学大森病院の医局に入って、もうそういう、もう本当に東邦大学大森病院とのつながりがかなり強くって、自分も大森に住んでっていう感じで、大森で開業した暁には東邦大学とも密接に関わり合えますし、地元のもともと自分が住んでた地域の方に医療を提供できるっていうのがメリットだなというふうに思っておりました。そしてですね、なぜ小児科も掲げるのかということですね。私自身が小児科を積極的に見るというわけではなくて、小児科の専門医の先生を呼んでいます。毎日小児科の専門医の先生がいるわけではなくて、週に3回とかどんどん増やしていきたいんですけれども、なぜ小児科を掲げたかというとですね、産婦人科って、生理が始まったりとかで、生理痛があったりした方は受診することもありますけど、通常何もなければ20歳からの子宮頸がんの検診だったりとか、それで来てくれたらすごく嬉しいんですけれども、なかなか20代でも受診する人も少ない、でも30歳になって初めて受診しましたっていう人もいたりすると思うんですけれども、小児科と産婦人科を両方掲げていれば、その微妙な11歳12歳13歳ぐらいで生理が来て、生理痛が出てきた、生理不順が出てきたっていう方が一体どこに相談すればいいのかって結構迷ってしまう方も多いんですよね。私大学病院時代に月経困難症専門外来っていうのを設立したんですけれども、小児科で12歳で産婦人科に行ったら、それはまず小児科に行ってくださいって言われてしまったとかいう人もいたりとか、小児科と産婦人科が両方あれば、何か困った時に小児の患者さんもすぐに産婦人科に来ることもできますし、例えば小児科を卒業した方でも今までかかってた小児科があれば、一緒にあそこに産婦人科があったなって思い返してくれて受診をして、なるべく早い段階で生理の相談とかをしてくれるんじゃないかなって思ったのが、産婦人科と小児科を一緒に掲げたいなと思ったきっかけです。なのでですね、思春期だけじゃなくて、20代前半とかもそうなんですけれども、なかなか産婦人科のハードルが高いと思うんですね。なのでそういう方にも受診してもらいたいっていうのが一つ。あとはですね、お子さんのいらっしゃるお母様方、どうしてもお子様優先になってしまって自分のこと後回しにされている方すごく多いんですね。例えば子宮頸がんの検診とかも、妊婦検診の時に、自分のお子さんを妊娠している妊婦検診の時に1回受けて、それから何年も受けてないですって方たくさんいらっしゃいます。でそういう方もですね、小児科でお子さんを受診したついでに、自分も検診受けようとか、産婦人科と小児科が一緒になってれば思えるかもしれないですよね。で小児科で相談するついでに検診の予約も取っていったりとかできたりしますし、あとは産婦人科でお子さんを連れて行ったりするのが大変だなと思う方っていらっしゃると思うんですよ。でも小児科も併設していれば、基本的に小児のお子さんいっぱいいらっしゃるんで、ウェルカムな体制になってるじゃないですか。なのでそういう意味でも連れてきやすい、検診に行きやすいというふうに思ってくれるんじゃないかなと思いました。
なので産婦人科と小児科を一緒に掲げてるっていうのは、なるべく産婦人科の敷居を低くしたい、お子さん思春期の方がかかりやすい、そしてお子さんのいるお母さんもかかりやすいっていうクリニックを目指したいなというふうに思っています。他にはですね、まあ、内科の先生も来てくれたりとか、美容の先生も来てくれたり、まあ、自分自身も美容外科の手術とかをしようと思うんですけれども、内科の疾患だったりとか、あとはですね、婦人科形成、今まで小陰唇縮小術ですとか、膣のヒアルロン酸注入したりするような婦人科形成の手術処置もさせていただいていましたので、まあ、そのようなことを活かしてですね、うちのクリニックでもしようかなというふうに思ってます。なので、まあ、保険の産婦人科小児科以外にも自費診療もできますので、まあ、いろんな側面からアプローチできるクリニックになるんじゃないかなと思います。会員はですね、今のところなんですけど、全部順調に進んでいけば本会員が6月17日月曜日を目指しています。でその前にですね、まあ、プレオープンで6月10日ぐらいからすごく予約枠を絞ってプレオープン、まあ、ちょっとオペレーションの整理とかもありつつなので、ちょっとお待たせしたりとかですね、あのいろんな不手際あるかもしれないんですけれども、6月10日からプレオープンを目指しています。あくまでも目指していますっていう感じなので確定ではないんですけども、一応その順調に進めばそういう風にしていきたいなという風に思っています。本日はですね、まあ、簡単なお知らせで、ホームページも今完全に出来上がってる状態ではないんですけれども、まあ、6月に入っていればですね、まあ、徐々にホームページも公開できるかなと思いますので、いろいろな疾患の説明だったりとかも載せていきたいなと思ってますので、ぜひうちのクリニックにまあかかっていらっしゃらない方も、こう病気のことを調べたりするのにぜひホームページを使っていただければいいかなと思います。でそしてですね、もう一つやりたかったことの一つ、ユースクリニックももっとたくさんやっていきたいと思います。今までのクリニックとかでは、まあ、何ヶ月かに一遍オープンユースクリニックって言って、クリニックが空いていない時間に1時間から2時間ぐらいクリニックを開放して、産婦人科の見学ツアーみたいなのをやったりとか、簡単な相談コーナーとかを設けたりしていたんですけれども、そういうのも今後やるかもしれないんですけど、できたら今考えてるのが1日1人か2人とか限定で個人の相談のユースクリニックを開放したいなと思います。そのあたりもですね、またホームページに載せていきますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。大森はですね、大田区の中にあります。大田区もそうですし、あと品川、横浜方面とかも結構近いのでですね、ぜひ皆さん見ていただけたらいいかなと思います。あとはですね、オンライン診療もやる予定ですので、ちょっと遠くて、受診したいんだけどなかなかリアルは難しいなっていう方もですね、まあ、定期的に一応、まあ、リアルの受診も必要ではあるんですけれども、オンラインもやりますので、ぜひそれも活用していただけたらいいかなと思います。ぜひ皆さん、新しいクリニックですね、まあ、本当にこれから始まるので、何が足りないかとかわからないことがいっぱいでてんやわんやしてるんですけれども、ぜひご利用いただけると嬉しいです。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋玲奈でした。またねー。